最強お歌大好きのダンです。はい。スポーツ大好き森地です。はい。食べるの大好きタクマンです。3人合わせてはいニャンダブー。じゃあみんなで一緒にせーの、ニャンタ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 ニャンダブー、ニャンタ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 ニャンダブー、パンパン、ニャンタ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 ニャンダブー、パンパン、ニャンダブー。わー、みなさんこんばんは。みんなが蹴り揃えてるよ。ですよね。ほんともう一回言ってやってよ。そうなるよ。みなさんさらにあっけに取られたよということでご挨拶したいと思います。はい。お歌大好きのんたんとスポーツ大好きモルチーと食べるの大好きたくまんで埼玉県蓮田市広報大使、そして西の国献血特命大使、勝手に埼玉応援隊、長野県松川町広報大使、広島県三原市ふるさと大使、みんなで一緒ににゃんたぶー、よろしくお願いします。パフパフ。まあ早速ですがもう一曲聴いてもらっちゃおうか。はい、はい、それではもう一曲お送りしたいと思います。聴いてください。僕のパワー、恋する自転車。好きだ全力全力
仲間を全員通じるサイン感謝と縁オノウィン地球と一つにナバンゴチュルルルチュチュチュベビベビチュルルルチュチュゴーゴーチュルルルチュチュチュベビベビチュルルルチュチュゴーゴー朝目が覚めたならチュルルルチュチュチュベビベビ機械もそこそこにチュチュチュベビベビ自転車飛び乗ってチュチュチュベビベビ坂道を下ろうチュ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 海岸通り抜けて一本杉を曲がりましょう白い屋根の家が幼なじみのためにディンド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 ンディーみんなのためにチックタックチックタック明日も元気に行きましょうチュルルルチュチュチュベビベビチュルルルチュチュゴーゴーチュルルルチュチュチュ
ベビーチュルルルチュチュゴーゴーチュルルルチュチュチュベビーベビーチュルルルチュチュゴーゴーチュルルルチュチュチュベビーベビーチュルルルチュチュキュンキュンもっとラブラブ地球にキュンキュンスイスイあなたにキュンキュンずっとラブラブ地球にキュンキュン誰か教えてよこの気持ち胸が痛くなる。いつか友達と話してた。きっとこれが温暖化。天気がなんだかおかしいみたい。今がチャンス、チャンス、そうよチャンス、チャンス。いきなり注意報予測のできないこの状況に行くよバンバンすぐにバンバン声を聞かなきゃ急げハリアハリアハリアスパイモードしたい地球の涙を救えるはずだよキュンキュンもっとラブラブ地球にキュンキュンスイスイあなたにキュンキュンそっとラブラブ地球にキュンキュンスイスイあなたにキュンキュンもっとラブラブ地球にキュンキュンスイスイあなたにキュンキュンきっとラブラブ地球にキュンキュンけど関係ないふり一人の力大切な時期です5秒以上の必ず信号待ちの間無駄なアイドリングいつもやめればエコ上手アイドリングストップI don't need to stop I don't need to stop 地球がどんどん溶けていくセミナー
ございます。ありがとうございます。すごい、ルミちゃんがずっと、携帯で写真撮ってくれてる。優しいから ね、 優しい。大阪パフォーマンストールの竹内ゆっこちゃんってことつながってたみたいで、はい、僕お友達なんですけど、はい、ね、ゆっこぴ、ゆっこぴ見てる。あ、見てくれて、はい、いただいてる。じゃあ今日は、はい、次は、はい、さっき地域活性化ユニットって言ったじゃないですか、はい、まあ、埼玉県で今ですね、勝手に埼玉応援隊、彩の国献血特命大使っていうのをやらせていただいてるのとともに、はい、今ね、コバトンライジングというコバトンというゆるキャラのですね、まあ、テーマソングを歌わせていただいているので、はいはい、次はその曲をお送りしたいと思います、はい、埼玉県以外の人も埼玉県を愛してくれるといいなと思います。お願いします。埼玉県はなんと全国47都道府県の中で県民愛が第47位なんです。最下位。どういうこと、どういうこと。最下位。それをちょっとせめて来年は46位にしたい。とりあえずね、とりあえず。そういう思い込めてですね、これをお送りしたいと思います。はい、聞いてください。コバトンライジング。愛は going 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 コバトンと叶える未来、チャレンジチャレンジチャレンジ、埼玉も明日へと続く輝けるあの空へ夢を掲げて、コバトンと共に響け埼玉。私のために幸せを運ぶ勝利の伝説、この手に希望を絶やさず、くじけずに進むあなたの力になりたいよ。さあなんや、コバトンに時代のバトンを、いきや最高の願いを託して、一の声を、Yo, yo, yo, yo. 未来へ、未来へ、呼ばう希望ある世界を目指して、その歌を最高最高、今だ今なんだ、ムービングムービングムービング、コバトンに負けぬ強さで、はい、タルタルタル、最高の期待を胸に、彩りのこの街が咲き誇るように、コバトンと共に届け埼玉。
と二度と守り届け埼玉これが埼玉ラジ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 トマトラジ どうもありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいみんな踊ってくれる。嬉しい。本当ね、楽しいね。俺たちだけだったらどうしよう。嬉しい。そうかな。いやでもまあ熱気ムンムンなのは伝わってるはず。そうですね、はい、すごい今までにないぐらい湧き汗かいてるもんだって。それ汗なの？豚汁。ありがとうございます。汁だった。汁だった。さあということで、はい、今ですね日本チャチャチャ地域活性化育成ユニットということで頑張っておりますが、はい、まあそれぞれのね、地域の、はい、まあ応援ソングも歌ってるということ で、ね、観光 PR ソングも歌ってるということで、はい、まずは埼玉県蓮田市のタクマンの姿勢40周年記念楽楽曲蓮田って逆曲東京特許曲曲曲曲蓮田っていいなって曲をまずやって、その次はその次ははい森地の地元、うん、三原市の三原市観光 PR ソング。どこの三原市？広島県三原市の三原市公認の観光 PR ソング三原市僕らの宝物。そしてそしてはい長野県松川町のんたんの地元の、うん、松川町までおいでなんしょ。おいでなんしょっていうのはあの来てねっていう意味で、あと途中であんじゃねーって言うんですけど、みんな大丈夫だよっていうことをね大きい声で叫んだりしています。そんな3曲続けてお届けしたいと思います。それでは聴いてください。太陽キラキラいい気持ち、自然と未来がこんにちは。明日の明日を作る街、じいちゃんばあちゃんのお膝に座るとね、ね、ほっとなるよ。溶けちゃいそうだよ。昔と子供が出会う場所、ハスだっていいな、ハスだっていいな、友達たくさん嬉しいね。 The power of love Universe Fire I say in my Uido e g a お前は司会部が神神平の川島黒浜小松桜台笹山城末広関山長野市小竹山西市西野メガネ初は広志本庄真米井戸町南市南町山の内県内唯一四季サンバ大石重視甘いなし便利なスマートインターチェンジお祭りスポーツウォーキング便利と環境遊びと学びがねやったバランスいいねみんなのハスだし
きます。この曲じゃないです。次は広島県三原市の三原市ふるさと、なんだっけ何のタイトルだっけ、忘れちゃって。三原市僕らの宝物。なんて、じゃあやめよう。やめて一回違うの言ってからでいいんじゃない。じゃあそろそろ一回気持ち変えますかね。気持ち変えますか。変えちゃう。ちね、そうです。喋ってれば大丈夫。あ、生ですね。なるほど。生です。さすが生配信ですね。生です。はい。まあでもニャンタブーという活動を少し分かっていただけたと思うんですけど、はい、先ほども言いましたが、今ねエルクロニカというゲームがあって、はい、携帯並木のり子、はい、としてですねやっているそのエルという役ですけども、はい、まあ僕もですね初めて携帯ゲームというのをダウンロードしてやってみたんですけど、うん、ノンタンの声がガンガン出てくるね。そう、まずダウンロードした途端、ね、全部私のそのエルが全部話を教えてくれるから、うん、そう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 。まあ声優さんとしてはいろんな作品でやってますけど、はい、言っていいのかな、うん、どんなのやってんの。アンパンマンで卵ちゃんをやっていたり、純情、うん、ロマンチカで相川エルやってたり、うん、テニスの王子様では柴沙織をやってたり、ね、いろいろやってます。赤ずきんちゃちゃでは、はい、おりんちゃんやってます。そう、そんなのいろいろやっております。はい、もう、OK、はい、どこから OK か、どこからだろう。三原市からあ、来た。いきなりだ。心が喜ぶ三原市へ。Bye.
ってもはいあんじゃねー、泣いたってはいあんじゃねー、松川町場でおいでなんしょ、みんなの笑顔が待っとるに、パッパロやすべにおいでなんしょ、ほんとの自分が待っとるに。深呼吸、はぁ深呼吸、運動きくポーズ、終わった、ありがとうございました、はい、ということでですね、はい、まあ、3曲ご当地ソングを聴いてもらいました、はい、まあ、そんなこんなでいろんな活動をしておりますが、うんうん、まあのんたんも、はい、まあ、声優活動をやっていて、モリチは俳優活動をやっていて、はい、またこの太っていてということで歌手と MC ねやっておりますけども、まあ、ここでちょっとのんたんが、はい、まあ、シシドルミ様と、あのシシドルミ様とですよ、はい、うん、なんとライブをやられるということで。そうなんです、9月の12日に下北沢でやりますので、はい、ぜひ皆さんお越しください。ちょっと私もチケット予約させていただきましたのでありがとうございます。そしてなんか特別になんかのんたなんか出ちゃうんでしょう、なんかその時限定でなんか出ちゃうんでしょう。そうなんです、うんうんうん、ルミちゃんもね、うん、あの記念のアルバムとか、うん、写真集とか出てるんですけれども、うん、なんと、はいはい、うん、ルミちゃんに撮っていただいた写真で、うん、のんたの写真集が記念限定数で出ます何そのまあ限定が出てこなかった、限定が出てこなかった、限定何限定、うん、まあ、10か20しかないです。じゃあ1個だけを俺とモリチの作ったの別ね、じゃあ別ね。じゃあのんたんのそのライブをこれからやるという、はい、並木のり子としてライブをやる可能性がある、可能性じゃない、ライブやるのか、やります、やるということで、はい、ちょっとのんたんのソロ曲をさ、わモリチに聞いてもらうと、そうですね、何を歌ってもらおうかね。じゃあタクマンのなんかリクエストとかないの、ほんとね、うん、なんだっけね、ベルサイユ永遠なれがいい読んだ読んだったね、読んだ、はい、ベルサイユよ先に歌っちゃうんだ、永遠なれって超大好きな歌なんですけど、タクマン大好きだからね。これコーラスしたいんだけどコーラスしたって何タブの曲になっちゃうんで佐田方さんにも怒られちゃうかもしれないから、はい、佐田方さんが作ってくれた曲で、じゃあちょっとこの曲のなんか説明をしてよ。はい、佐田方翔さんっていう、うん、あの脚本演出の方と出会った時に、佐田方で、その方が、やってた有線放送でやってたドラマの時で、うん、秘書ののり子っていう役をやってたの。のり子なの、のり子、その時からピンクがやっぱりテーマカラーだったんだけど、うん、そう、なんかそれをやってた時にできたこのベルサイユ余韻なれをちょっとですね、うん、大好きなので、まあ、たくまのリクエストもあり、うん、歌いたいと思います。ちょっとこれを聞いて、まあ、まあまあいいんじゃねと思った方はぜひライブに来ていただければ嬉しいと思います。お願いします。それでは歌っていただきましょう。並木のり子でベルサイユ余韻なれ。それは遠い約束 Big a dream 後悔はしてない、夢はバラに託して夜空に浮かぶ満月のように闇を映すシルエット。ああ、ベルサイユよ、永遠なれ、私だけのユートピア。この虹を遮れば、あなたは気づくかもね。書いた約束 Be my dream もう一度会いたい、夢はバラに託して希望で溢れた満ち潮のように愛を
満月のように闇を映すシルエット。ああベルサイユよ、永遠なれ私だけのユートピア、乗り越えてみせるから、この手を ございました。ヤタブの二人も聞いてください。はい、はい、というわけで聞いてもらいました。さあ次はですね、うん、なんとこの衣装にまつわる曲になりますね。そうなんだっけ。そうですそうなんそうです。まあ実はニャンタブイメージカラーがありまして、はい、まあノンタンが赤、はい、そしてノンタンがピンク、モリチーがブルー、タクマンが黄色、海、はい、ちゃんが黒黒ということでやっておりますけど、黒って声来たね。ニャンタブ入ってくれるのかな。黒って、ね、いや入ってくれるでしょ。はい、そしたら次のシングルコズミックランデブで。そうなんだ。よろしくお願いします。まあそうなんですけど、はい、まあそんな感じでやっておりますけどもですね、はい、これだけ実は赤い衣装になってるんですけども、はい、サイの国献血特命大使ということで、実はですね皆さんに献血のお願いをしております、はい、埼玉県内、まあ、もう全国そうなんですけども血液が不足しておりまして、だいたい供給に対して需要に対して供給が2割ぐらい足りていません。献血ちゃんが映っております。ありがとうございます。そのですね献血をですねぜひ皆さんに、身近なものとして感じていただきたいということで、はい、今回献血にまつわる楽曲をですね書かせていただきました、はい、献血レスキューという曲と献血ファインデイズという曲があるんですけども、はい、今日は献血レスキュー、ちょっと献血、はい、もう皆さん助けて、血液で守れる命がたくさんあるということをですね、はい、ぜひ皆さんにも分かっていただきたいということでこの楽曲を書きました、はい、ではお送りしたいと思います。聞いてください。献血レスキュー。Let's do it.
キュー、テンキュー、テンキュー、レスキュー、レスキュー、テンキュー、テンキュー、レスキュー、レスキュー。踊る体型が変わるといろんなことが起きるね今日いろんなこと起こりすぎてるいやちょっといろんなこと起きてるね。なんか誰か殴っちゃいそうになっちゃ う, そ う, そ う, そうちょっと抑えるとちょっと間違っちゃったりしてちょっと言い訳しました。さあ献血レスキューということで、はい、献血のポーズというのをですね、はい、そうですね、実は考えまして、そうのんたんがやってる、まずハートを作ってもらってハートから毛が生えて毛じゃないね、毛じゃない、まあ血管というか、ね、はい、そして、心臓から血液がドックドックというですね、このポーズをですね、まあ、ちょっとみんなで写真を撮ってもらっていろんなところに SNS とかでアップしてもらえたら、みんな献血に対して思いがあるよっていうイメージを込めてですね、はい、献血ポーズを考えましたので、ぜひ皆さん、ご協力お願いします、はい、村田彩さんも見てくれてどうもありがとうございますそうなんだ、はい、さあそれではニャンタブライブ最後にお送りしたいと思いますけども、はい、じゃあトライアスに向かってというですね、モリチーがトライアスロンのことをやってるってさっき言いましたけども、はい、宮古島にあります宮古島トライアスロン大会というののですね、宮古テレビの番組テーマソングに、5年6年選ばれているこの楽曲でお別れしたいと思います、はい、本当に今日はまあ、いろんなとつらかっちゃったトークで本当に申し訳ございませんでしたが、そうなんかもうニャンタブのこと知ってもらおうと思って盛りだくさんにしすぎちゃった ね、ちょっと失礼いたよく分かんなかったよって方はですね、はい、まあ、よく分かんないまま言っていただければいい、追いかけてくれよく分かったよって方はよく分かったまま言っていただければ、追いかけてもらって、はいはい、お願いします。ただ、まあ、まあ、いろんな震災とかもありましたし、まあ、昨日は台風の影響でいろんなこともありましたし、やっぱりこうなんていうのかな、歌っていうもので何かメッセージを皆さんに伝えられたらいいっていうふうにものすごく思っておりますので、はいはい、最後はいろいろあるけど俺たちも頑張ってるしみんな頑張ろうっていう曲を、ですね、お届けしたいと思います、はい、それでは聞いてください。トライ、明日に向かって。諦めることはとても簡単にできちゃうから、あと少しもう少しだけ頑張ろう、明日に向かって一番大事な人の笑顔で一体どこまで進めるのだろう、泣き虫な日々を超えたら強くなる、感謝と勇気を胸に抱いて地球の力を体に浴びて世界の果てまでいつしか手に入れる、がっかりした失敗したり、人間だからたまにはあるけれど、見上げれば夜空の星も長い長い旅をしてる、焦らずにでも怒らずに、一歩ずつ愛
を掲げて。これから始まる僕らのストーリー、いつしか弾かれどこかで一人迷う日が来たら、この歌を歌おう。一緒に戦う仲間のことや家族や友達恋人のこと、僕水の中でも風の中でも大地の上も心配はいらない。 Come on, come on. 諦めることはとても簡単にできちゃう。もう少しだけ頑張ろう、明日に向かって汗と涙と長い長い旅をしてる。焦らずにでも怒らずに一歩ずつ愛を掲げて、それでは最後にご挨拶したいと思います。はい、お歌大好きのんたんとスポーツ大好きモルチーと食べるの大好きたくまんで、勝手に埼玉応援隊、彩の国献血特命大使、埼玉県蓮田市広報大使、長野県松川町広報大使、広島県三原市ふるさと大使、みんなで一緒ににゃんたんたん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。夜遅くまでありがとうございました。まだ終わってないよ